皆さんこんにちは。ハンダ付けの真実をお伝えするソルダリングニュースのお時間です。進行は私柳中が務めさせていただきます。本日のテーマはハンダ材料の違いについてです。皆さんは材料の違いによりハンダ付け性が変化することはご存知でしょうか。ハンダ材料は金属組成とフラックス2つの要素が含まれております。今回は2つの要素でハンダ付け性がいかに変化するかについて動画をお見せいたします。どうぞ。まずは金属組成の違いの動画をご覧ください。左が一般的な錫銀銅、右が銀なしのハンダです。銀なしのハンダが詰まりました。熱不足のようですね。ハンダが詰まってしまったため、右側の銀なしハンダのハンダ送りに少々時間がかかってしまいました。同じハンダ量、同じ時間、同じ温度で温めても金属の組成によってハンダ付け性が変化することがお分かりいただけたかと思います。ハンダ付け性が変化する一番の理由は融点の違いです。一般的なハンダは217度に対して銀なしハンダは227度、溶ける温度が10度違うだけでもこれだけハンダ付けに影響いたします。次はフラックスの違いについてです。こちらも2種類のフラックスで比較した動画を見ていきましょう。どうぞ。こちらの動画ではどちらも同じ金属組成の糸ハンダを使用しております。左が標準的なフラックスを使用した濡れ性の良いハンダ、右がハロゲンフリーのハンダです。右側のハンダがなかなか広がりませんね。ここでようやくハンダが馴染みました。フラックスの種類によるハンダ付け性の違いがお分かりいただけたかと思います。ハロゲンフリーの場合は洗浄効果や表面張力を下げる効果が低く、濡れ広がりにくい傾向にあります。このようにハンダ材料はハンダ付け性を左右する大きな要素となっております。Japan Unix ではハンダ材料の比較テストも行っておりますので、お気軽に Japan Unix までご相談ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。